おはようございます、菅健太。というわけで菅健太です。今日は僕の一日を、密着して Vlog 形式で撮っていきたいと思います。まずはですね、この日は朝5時半から半身浴をしまして、今が6時半ぐらいですね。まずひげを剃っていきたいと思います。鼻と口の間を入念に、ここばっかりやりましょう。はい、次は磨きですね。たくさん磨いていきます。はい、持ち方とかって言われるけど、ああ寄ってみました。はい、次今日の服なんですけれども、今日は、まだねこの日は暑かったので、黒のポロシャツに、緩めのジーパンを合わせていきたいと思います。行ってきます。はい、20分ぐらい早く着いちゃいました。結構あるんですよね、こういうこと。なんかあれよあれよと乗り換えとかね、うまくいっちゃって、めっちゃ見ても、ヒカキンさんですね。はい、これヒカキンさんです。はい、というわけで、満を持して、これ表参道ですね、今日は。今日の撮影場所は、ファッションの聖地表参道でございます。行き過ぎてる、めっちゃ迷ってます。マネージャーさんも、方向音痴です。しっかり喋っていいですか？全然喋ってます。はい、ということで無事に到着しまして、メイクをしていきたいと思います。この日は念願のモデルのお仕事をさせていただきました。はい、というわけでね、まあ、普段の現場だったらあんまりないんですけれども、こうパックまでしていただいて、念入りに、顔磨きをしていただきました。大丈夫ですか？はい、だいぶ出来上がってきまして、もうね髪の毛に入っています。あ、いい感じのねスタイリングしていただきましたね。というわけでキョロキョロしてグーということで、はい、照明もやっぱりおしゃれですね、さすが。あ、というわけで仕事モードがっつり入っております。この日はね雨だったんですけれども、僕がねここに到着した途端に雨の方もかなり落ち着きまして、いい撮影ができたんではないかなと思っております。ああ、こういう感じでね、ちょっと恥ずかしいですけどね、なんかモデルっぽくやらせていただきました。はい、ああいいですね、このパソコンへのこのパーンというかですね。マネージャーさん、いいカメラワークありがとうございます。はい、ああどうやら気に入ってね、何度もやってくれてるみたいです。ああいいですね、フォーカスもね。またちょっとロケ地を変えて、こういう風にいろいろ撮って、おー、またいいですね、ありがとうございます。だいぶ気に入ってる、このこれ気に入ってる、マネージャーこれ気に入ってますね、ありがとうございます。終了、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、というわけでね、無事に、モデルさんのお仕事終了いたしまして、これから、舞台の方に向かっていきたいと思います。この日はですね2公演ありまして、舞台血の婚礼という作品のために、渋谷にですね向かっていきたいと思います。向かいながらね、ちょっとあるものを買いに、はい、こちらのお店に行きたいと思います。トールサイズのアイスのホワイトモカを氷少なめミルクを飲んで、はい。さあ、というわけで無事に、お目当てのものを購入しまして、劇場に向かっていきます。ありがとうございます。はい、こちら着刀版といってですね、来たら白に返す、一番乗りですね。さて、こちらがシアター国運の僕の楽屋です。ありがたいことに一人楽屋をいただきまして、かなりくつろがせていただいております。はい、今ね後ほどねお部屋の全貌を見せるとして、僕はねどっちかというとこの蛍光灯よりもこうなんていうんですか、オレンジの照明が好きなので、朝来たら一番にこれを買います。イエイ。あ、共演者の、木村達成君が見てくれておりました。劇場にはですね、こういう風に劇場の神様を祀ってあるところがありまして、こちらに毎日僕はですね挨拶をして、今日もよろしくお願いします、見ていてくださいという風なことをですね、お参りします。はい、そこから、ご飯の時間になりますね。さっき買ったスタバで、はい、こちらホワイトモカ、氷少なめミルク多め、そしてですねこのすごい、あんまり起きない現象が起きておりますけれども、僕はですねこの舞台の期間中、こう決まったものをね食べるっていう、こう、まあ、ルーティーンみたいなものをね、出来上がってくるんですけれども、今回は、このスタバのですねキノコとチキンの
サンドイッチがですね、今回のルーティーンに選ばれまして、大体これをまず朝一にですねホワイトモカと一緒に食べるという生活を繰り返しておりました。イエイ。ちょっとね、裏側が見えてしまいました。失礼いたしました。はい、ホワイトモカもね結構なペースで飲んじゃうんですよ。ごくごくね、そういうもんじゃないっていうのは分かってるんですけど、この時間だけねこうテレビを見ながらいろいろな世界の情報を仕入れています。おお、よし。さあ、というわけでやることはねたくさんありますので、どんどん進めていきましょう。まずはあの無印良品のね、あのアロマオイルを入れられる加湿器をまず炊きます。なんかね本当はねオイル6滴ぐらいがあの目安になってるんですけれども、もうあのたくさん入れます。あのこれあの自己責任でねやってくださいね。ちゃんと守るように皆さん心かけてください。でもあんまり匂いしないんでね。あ、でここからねマッサージに入っていきます。このねあの下に敷いてるのはですね寝ることもできるマットレスですね。あ、手振ってますね。はい、いろいろなカメラワーク撮ってみましたのでご覧ください。あ、これまず、はい、あとこういうねちょっと、あ、いいアングルもあります。あ、あら、かわいい。さて、ここからは入念にストレッチしていきたいと思います。このですねマットレスは、配給の卒業記念にですね、その配給の時の、マッサージをしてくださった方から、いただきました。めちゃめちゃ重宝しております。お、何かに気づきましたね。どこか向かうみたいです。さあ、何でしょうか。ちょっと足早にね、おはようございます。YouTube スタッフさんもね普段持ってね、YouTube、カメラ持ってってね、なんかびっくりしてましたね。おはようございます。おはようございます。ミュージシャンチームの皆様です。よろしくお願いします。僕の YouTube、 あ、本当にそんな使ってもいいですよ。もちろん。はい、許可取りもねしっかり忘れずにしていきましょう。おはようございます。ガケンタサンタピッター何か、そう新しい挨拶考えなくて、なんだっけ、バットボタンは押さないで、ちゃんとしてるやん。グッド伝説を作ろうぜ。全部知ってんな。はい、なんで急いでいたかと言いますとですね、こういう風にですね毎朝3人で体を動かすシーンのですね段取りを、確認しております。あの何かねあったりすると危ないですし、毎日のそのお互いのコンディションなんかをねこう探りながら、体を動かして、練習をするっていうことが結構大事だったりしますね。はい、まずは2人のこのシーンから。なーに言ってんだよ。さあ、続いて僕のターンが来ました。決してですねこうカメラに向かってアピールしているわけではありません。毎朝ねこういう風にしっかりと体を動かして、あ、今日は立つなり疲れてるかなとかね、僕もですけれども、こうお互いの感じ、おお、そうそうそう、お前いつもやってるんだ。気合が入っていますね。いい映像が撮れました。殴られます。踏みます。ここがね結構好きなんですよね。このここ好きです。気合入ってますね、しっかりで蹴られて殴ると、はい、こうやってねみんなで、いろいろ言い合いながら、昨日の公演はこここうだったからこうしようかっていうことを、おお、そういうことがありますね。やるのも、大事だったりします。ああ、向かってきましたね。さあ、ここからは、リハーサルが終わりましたので発声をしていく時間ですね。なんと今回ですね、このスガチャンネルのためにわざわざ生演奏をしてくださいました。ありがとうございます。非常に劇的なシーンが撮れました。ここで急に、飲み物紹介の時間になります。ボイスケアのドアメをですね2つ入れまして、リプトンの紅茶を1個入れます。これがね、僕の開演1時間前に飲む飲み物ですね、ルーティーンになっております。これを飲みながらこうメイクをしたりとかっていうのをやっています。温めてね声が出やすくなる効果もありつつ、喉飴で喉をしっかり開いていきたいと思います。あの聞くところによるとね YouTube 乳首 NG があるらしいので、ちょっ
今回は、理想の体で隠していきたいと思います。はい、さてわけでメイクを始めていきましょう。今日はね、あのベースメイクはさっきあのモデルのお仕事をさせていただいてたので、その上から、さらにちょっとね塗っていきたいと思います。あの舞台メイクはですね、他のメイクに比べて少し濃い印象があるんですけれども、今回は本当にファンデーションと眉毛をちょっと描くぐらいの簡単なメイクですので、舞台系はね自分でやることが結構多いです。はい、切り髪の毛も、一度ね濡らしてねこうセットしていきます。もうね、この日はもう公演が始まってからも結構経ってますので、手慣れたもんですね、こう自分で鏡を見ながら、まあ、あの普段はねスピーカーで曲を流したりするんですけれども、今日はあの AirPods で音楽を聴きながら、やっております。ここでねその日の一日に合う音楽を選ぶ、こう DJ 的なことを自分でして、自分の気分を上げてあげるっていうことを心がけております。さあワックスをね使ってね、こういう風に整えていきます。はい、いい感じに Yes。 スプレーもねしっかりしていい感じに8人分けぐらいですかね、7、3分けぐらいできましたね。はい、 OK。 ここで、マイクをねつけて、さらに髪の毛を修正していきます。はい、お願いします。さあここからお着替えに入っていくんですけれども、もちろんね着替えは自分で、やっていくんですけれども、まあ、ちょっとね小話的な部分なんですけれども、実はですね、あのこのスガチャンネル用にですね、友達にあのオープニングソングを作っていただいたんですけれども、それ流す機会なかなかないので、この動画今ねあのちょっと時間あるんでここで流したいと思います。それではちょっと聞いてみてください。スガチャンネルのテーマ、伝説を作ろうぜスガチャンネル、やってきよう。というわけでね聞いていただきました。キャッチーなテーマソングになっております。さあということで服が着替わりました。ここでまたルーティンを一つ紹介していきたいと思います。このタイミングでね隣の楽屋に遊びに行きます。おはようございます。はい、というわけでね演出家の杉原邦夫さんです。こういう風にねいつもこうコミュニケーションを取ってみんなで盛り上げています。なんかいいですよ。いやいや、お前の番組だろ。なんか言えよ。嘘でしょ。はい、というわけで5分前になりました。ドア玉からの出演なので、早めにスタンバイしていきたいと思います。それでは気をつけるんだよ。自分のね出番以外は全部まあお休みなんですけれども、この作品はですねもちろんお着替えがあったりとか、メイクチェンジがありますので、そうねなんかダラダラとしてもいられません。こういう風にね着替えたりとかメイクを直したりして、出番に備えていきたいと思います。はい、今回はね、まあ、結婚式のシーンがありますので、結婚式用に髪の毛を整えますね。はい、しっかりと、まあなんていうんですか、あのオールバックっていうかこう七三というか、カッチリとして蝶ネクタイですね。はい、基本的にはね舞台中はあの全部自分でやるっていうことがね基本になってきますので、そういう倉庫行ってる間に完成しまして、はい、意外ともうすぐ出番が近づいております。目を覚ましなさい花嫁さん。さあ結婚式も終了いたしまして、逃げられました花嫁に。はい、ここまででですね一幕が終了という形になっております。ここからねお客さんも休憩に入るんですけれども、僕たちもね休憩しながらも、またねこうメイクチェンジをしたりとか、お直しの時間になっております。今回僕はですねまあ2幕でこうちょっとチェンジがありますので、髪の毛をねまたこう整えたりとか、あとはこうメイクね熊のメイクをしたりとか、意外とバタバタと過ごしておりました。 Yes。
様でした。1公演終わりました。はい、というわけで2時間20分ノンストップで、終了いたしました。1公演目ですね、心身ともにかなりハードな作品になっております。そんな中、心を癒してくれるものといえばそう、お弁当ですね。本日のお弁当は木村達成さんからの、差し入れ弁当になっております。いや、なんかね、おしゃれな、あの心ばかりっていうね、のしがついた中身もね、なんかおしゃれで、こう見た目からね楽しめるお弁当ということで、達成おしゃれやな。いや、もうね、めちゃくちゃうまかった。優しさをね感じるお弁当でしたね。中でもね、あのご飯についてた肉味噌がね激うまでね、こうなっちゃいましたね。さあ、そんなこんなでお弁当美味しくいただきまして、次はですねまた体を休めていきたいと思います。おやすみなさい。あっという間に20分経過しました。あまりね寝すぎるのも良くないんで、この間のね睡眠は20分というふうに決めております。ここで余った時間がある場合は、いつも編集をしております。だいたいね 3,40 分ぐらい編集する時間があるので有効活用ですね。そうこう言ってる間にもう1時間前です。髪の毛をさっきの、一番最初の状態にですね整え直しております。メイクもね、もう一度一からあのクマメイクなどがありますので、今回は、メイクを一度整えて、さらにマイクもねまたつけてね、もうここら辺はね同じ工程をどんどんやっていきます。はい、さあ、というわけで2声目いってきます。お疲れ様でした。というわけで、ちのこんで2声終了いたしました。無事に本日の工程終了です。はい、僕はもうこのままメイクだけ落としてシャワーとかを浴びずに帰って、ゆっくりお風呂お家で入りたいと思っております。それではお疲れ様でした。さあ、公演が終わって夜の渋谷の街を歩いて帰っていきます。この時間でねこう役から自分に戻っていくっていう感じで、意外とねこう街を歩くのが好きだったりしますね。無事終わりました。始めますか。さあ、というわけで一番ここが一日でホッとする時間ではないでしょうか。終わってからのビール、しっかりねグラスも冷凍庫で冷やして一番コンディションのいい状態で飲みます。ああ、うんま、はあ、見てわかるようにガチですね。いらっしゃいませ。はい、ここで、いつもね YouTube を見たりとか、まあ、自分のねサンタナピクトの YouTube をここでチェックしたりとかもしています。今日のお供は唐揚げですね。この日はねなんかもう唐揚げがどうしても食べたくて、帰りにねセブンであの唐揚げ買って帰ってきましたね。めちゃくちゃうまそう。これ見てまた食いたくなってきた。今日唐揚げ買ってこよう。あー、ちなんだ料理。うん、わかった。というわけで今日は菅健太の忙しい日の一日密着していきました。いかがだったでしょうか。面白かったなと思いましたらぜひぜひたくさん見ていただいて、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。明日も公演なのでこの一杯で終わりにしたいと思います。今日も頑張った。すがありがとう。